福井大学産学館連携本部の米沢です。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとあの、山学館連携本部所属といいますと、あの、研究分野が分かりにくいんですけれども、工学研究科という言い方でいきますと、化学系。あの、一番大きな言い方をしますと、工業科学の範疇に属しているというふうにご理解ください。本日は、コーノースラリーの作成と、リチウム4電池の電極作成への応用ということで、技術ーズの方をお話をさせていただきたいと思います。 で、もちろん、あの、えー、生まれたてのウィースシーズンでありますから、えー、まあ、その辺の話なんですけれども、そこへ至るまでの部分で、実は展開できそうなところっていうのも結構たくさん含まれているところがありますので、少し、えー、イントロが、えー、重くなってはいるんですが、ちょっとごれ。えー ご了承いただきまして、まずちょっと、そのことの発端の部分から、えー、応用展開の可能性も含めまして、話をさせていただきたいと思います。でこちらの方がその背景の一番わ、まあ、かりやすいものと思い,思いましても、えー、お示しをしているものなんですけれども、えー 私、我々の研究室で、フッ素ガスというのを扱えるということで、様々な材料をフッ素化する、あるいは表面をフッ素収職するといったようなことで、応用展開を進めてまいりました。で、こちらは、あの、ナノダイヤモンドという物質の表面をフッ素で収職しまして、これ水なんですけれども、水の中に投入したときに分散性が向上すると、そういったような結果を示しているものになります。えっ、ー、と、ポインター出させていただきますけれども。 はい。で、こちら下の方、びしょと書いてますのは、これは水の中に何もしてないナノダイヤモンドというのを入れて、振って、パッとこう、あの、置いたと、置いた直後ぐらいの、えー、 写真になります。で、ナノダイヤモンドとはこういうナノ粒子というのは、えー、何でもそうなんですが、あの、扱、取り扱いになられた方はご存知だと思うんですけども、大体これでも5、えー、数ナノです。あの、5ナノとか、えー、まあ、丸すれば、あの、3とかで、になりますが、そういうぐらいのものが、実は電子顕微鏡で見ると、えー、マイクロメーター、場合によっては十数、えー、数、十数マイクロメーターの粒子が見えて、あれ、ナノだ。 じゃないのっていう経験っていうのは大体あの最初にするんですけれどもこれ実は5ナノとか数ナノの粒子が集まって要するにご飯粒が5ナノだと思ってくださいそれが集まって握り飯になったような状態のものが大体え我々がハンドリングできる粒子の状態になっていますですのでそれをバラバラにしてやらないと本来えナノ粒子というのは全く意味をなさないんですけれどこれが結構ナノ粒子になりますと凝集する力が強いものですからまあこんな感じで水に入れたぐらいでは勝手には おにぎりであればね、あの、水、お茶をかけてやれば、バラバラになるんですけど、これはならないというのが、こう現実です。ですので、表面というものを、まあ、これは何でもいいと思うんですが、我々の場合はフッ素というものを利用しまして、少し。 え、就職、科学状態を変えて、結合状態を変えてやることによりまして、ちょっとこれ後ろ見えて拡大してますけど、これちょっと写真としては違う写真ですけれども、向こう側が見えるぐらいには分散している。これはなぜ向こう側見えるかというと、5ナノぐらいまで粒子がバラバラになりますと、光の波長の方が長いですから、あの、散乱しないものですから、こうやって見学しては見えなくて向こう側が見えると。これが分散した、きれいに分散した証拠ということになります。 で、えっと、こちら、え、こういったことが出てき、え、あったもんですから、まあ、当初は、これ実は、福井地域が、あの、メッキの企業さんがたくさんおられますので、複合メッキの材料としての展開ということで、え、結構10年ぐらい前からやってきているところなんですけれども、メッ、複合メッキの材料、あるいは、えっと、相当量のような形のものに対するフィラーとか、あごめんなさい、もの、あるいは、構造材に対するフィラーであるとか、そういったものへの展開というのを考えて、え、こういう表面就職と分散というのを、 研究してまいりました。で、今さえ、見ていただいたのは水だったんですけれども、え、プロピレンカーボネート。 という、えー、これもあの、リチウム4電池の電解液に使われる溶媒ですね。ご存知の方も多いかと思うんですけれども、水ではないんだけれども、えー、極性の溶媒ということで、まあ、手元にあったからという一つの理由がありまして、まずこれに、やっぱり水と同じように分散するのかっていうのを試してみているところです。で、これ未処理のナノダイヤモンドを入れますと、バッと振って置いた直後はこんな感じなんですが、もう一日も経過しますと全部沈んでいるという状態です。でこれが、えっと、ほんのちょっとですね、あの、圧力で制御しています。0.1アトム、0.1キアですね。F2。 これはバランス次第でも減圧の状態で表面をほんの少しだけフッ素ガスを接触させてやりますと、これは沈まなくなります、まああの。この色の変化というのも少し気になっているところで、まあ、現在これについてもいろいろと研究はしているところなんですけれども、比較的フッ素ガスの圧力が小さいところで分散性というのはいいという結果を見ていただけると思います。 またあの、こちらの方にシクロペンタロンというさらに別の有機溶媒についてもやってみているんですけど、これと同様の結果が出ておりまして、えー、結構そのフッ素ガスの圧力の低いところで、えー、炭素材料、まあ、この場合ナノダイヤですけども、表面を収縮してやると、こういう分散性の向上につながるという、えー、結果が出ておりました。 で、こういった結果っていうのを見ながら様々、えー、研究をしてきてるわけなんです。これ実は今炭素材料、ナノダイヤですけれども、セラミックスの微粒子、例えば TiO2 の光触媒とか、こういったものについても、えー、同じような結果が出ております。で、えっ、ー、と、今ほどのようなことをずっとやってみまして、これ、分散性って、これ、 あの、測りにくい、というか評価しにくいものなので、もう今回の場合、目視で見ているところですけれども、こういって分散させて沈んでるか沈んでないかというのを、ま、丸抜三角で見たものなんですけれど、まあ、この場合、えぇ、ー、極性の溶媒であれば、ある程度は分散すると、非極性は全くダメなんですけれども、より、え非プロトン性の方がいいのかなという傾向だけなんですが、そういうのが出てきまして、まあ、この辺の話をうまく使ってあれば、いろいろと複合剤を作れるかなというのをずっと続けてやってまいりました。 で、えー、っと、先ほど申し上げましたように、セラミックスでも同じようなことが起きるということで、セラミックス微粒子、これはあのリチウムイオン電池の正極材料が、えー、まあ、相乗換えん型のリ、えー、ニッケルあるいはコバルト、マンガン酸化物のようなものは、まあ、まさにそれなんですけれども、そういったものの粒子、微粒子材料というものの表面を不足収縮して、えー、まあ、放電容量が増加したり、あるいはサイクル安定性が上がるといったような研究を続けてきたわけなんですけれども、 え、リチウム4電池の電極材料と、ま、正極材料に限ってもいいんですが、この場合は、正極活物質に、導電除剤として、アセチレンブラックというものが混ざっております。で、これ、あの、炭素材料ですね。先ほどのナノダイヤと似たようなところがあるんですが、あるよりもさらに表面積が多くて、まあ、要は、発生炭のものすごく細かい粒というふうに思っていただければと思うんですが、え、これが入っております。もう、あの、重量でいくと、まあ、えー 一割以下なんですけれども、傘密度が低いものですから、体積的にはこれと同じぐらい入っているというふうな印象です。ですので、まあ、こちらの方の表面をフッ素化して、えー、性能が上がるということもありましたので、まあ、こちらの方もフッ素化したらどうなるのかということを試してみようと。これも10年前ぐらいにやろうとしたんですが、これ実は先ほど申し上げましたように活性炭ですので、フッ素ガスもこれまたとんでもなく活性、反応活性の高いガスなものですから、 やってはみたんですけど、燃えてなくなるという大体、えー、寂しい結果でした。で、その後、まあ、あの、10年ぐらいの間に、フ、え、ッ、ー、素ガスの、その、反応性の制御技術っていうのをどんどんと、あの、ノウハウを貯めまして、ようやっとアセチレンブラックのような、本当にもう、あの、うっかりすると爆発するっていうぐらいに反応する、そういうものであっても、表面をちょっとだけフッ素がするっていうような、えー、プロセスを開発できたもんですから、えー、満を自信まして、アセチレンブラックの表面をフッ素化して、先ほど、まあ、ナノダイヤで見ていただきましたようなものが、 果たして、リチウムイオン電池のそういう正極の作成の際にどんなふうな影響を与えるのかっていうようなことを検討し始めた。で、その結果を本日はお示ししたいと思っているというところです。で、えっと、これ、あの、また最後の方でも出てくるんですけれども、 え、先ほど申し上げましたように、リチウムイオン電池が、外、創上外型、これあの L I、LINICOMNO2 というタイプの三元系と言われている、え、極御活物質を含んでいるんですけど、それにアセチレンブラック、それから PVDF という決着剤を加えまして、それに NMP、N メチルピロイドンという、これも極性有機呼ばですけど、これを混ぜてスラリーにして、それを渡航してあります。で、渡航して乾燥したものがこれでして、こうしたはアルミホイルです。 これを一定の大きさに切り出して、リチウムイオン電子の重宝で試験をするといったようなのが手順になるんですけれども、まあ、ここの渡航の部分っていうのはもうあくまで作業ですので、学生を指導する際においても、もうあの手順通りやってねということぐらいで研究対象にはしてなかったんですが、あるところまであの、実験系においては、 えっと、失敗と発見っていうのは大体最初の段階ではどういうことだと最近思うようになったんですけれど、これ、こういう状態でやってたんですが、えー、アセチレンブラックの表面をフかして、ちょっと分散性が向上しただろうなと思われる条件で、フかしておきまして、えー、スラリーを作ります。スラリーを作って同じように塗ったら、ええー、まあ学生のゲとしては失敗しましたと予告に来ました。で、どう失敗したのかっていうのはこの写真なんですけれど、こういうふうにきれいに塗れないっていう、ね、で、ボソボソボソっとこうなってみたり、あるいはもう、 一回濡れてるんですけど、パパッともうアルミホイールが弾いてしまってるっていうんですね。で、まあこれはまあ失敗だという言い方をしてきたんですけれども、まあパッと見てよくよく考えたらなんでこんなに違うのって話になります。で、いろんなまあディスカッションをしたんですけど、これ実はスラリーの粘土が結果的には違ってたということに気がつきまして、 ということは、同じように作ったときに、アセチェンブラックの表面を、えー、に、ほんの少しですよソースをつけてやることで、スラリー、要するに塗るときのスラリーの性質が相当に変わるということが発見されたということになります。これが、え、本日の、え、技術内、技術シーズの根幹になります。で、えー、まあ、いろんな応用が考えられます。あの、スラリー、 っていう分野っていうのは、これあの実は我々、あの、今ほど申し上げましたように、固体材料の表面をフッ素収縮するということで様々な電気化学的な応用であったり、あるいは、え、触媒であったりとか、そういったうなものの応用であったりとか、いうことをずっとしてきたわけなんですけれども、そのスラリーに関する話ってあまり、まあ使ってはいたんですけれども、学、学術的に見てこなかったものですから、少し、あの、専門家の方にお伺いをしたりしながら、紐解いてみていたんですが、えー、 結構難しいということが分かってきました。何が難しいかというと、えー、粒子、微粒子が複数入っている上に、えー、結構、あの、極端な溶媒が入っているということになりますので、えー、それを物理的に動かしたときにどういう挙動をするかっていう、結構、あの、考えることが多い、ファ,ファクターの多い、えー、ものだということに、 気づかされたというか、認識が、そういう認識をしたということになります。ですので、そのよを少し勉強しながらと思ったんですけれども、それの対象として、リチウムイオン電池のこの場合ですと、正極材料、負極でも同じことが起きるんですけど、まずは正極材料で、従来やってきた正極材料で様子を見ながら、じゃあそのスラリーの性質が最終的には製品にどういう影響をするのかということも含めて検討しようというふうにしてまいりました。 でまあ、問題点という言い方をしていますけれども、先ほどスラリーの話として、塗れる塗れない。まあ、もちろん塗れなければ問題外なんですけれども、えー、塗るにしてもというところがありまして、これはあの経済産業省さんの方の、えー、とあるワーキンググループの資料から抜粋させていただいてますけれども、実務用電池を作る場合に正極塗ります。負極ももちろん塗るんですね。でセパレーター。 え、こうや、金属箱に塗って、え、切り出して、セパレーターで挟んで、電解液を注液して、モジュールにして、パックしてということなんですが、この塗っていく部分が結構、プロセスとしては今問題になっております。何が問題かというと、ここで使う NP があんまり体に良くないということで、この量を減らしたいと思っている。ただ、減らしすぎると、もちろんツーラリーができないということです。でも、あの、なんとなくお気づきかと思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、表面を少しだけ不足してやりますと、 溶媒の量を減らしてもどうもスラリーができそうだということが分かってきましたので、そこのところを追求してみているというのが今回の具体的な事例ということになります。 で、えっ、ー、と、不足アセチレンブラックを利用した電極の作成で、今、狙いの方に関しまして、あ申し上げましたように、少しビジュアルに書いてみますと、こうなってまして、まあ、凝集している、え、ナノ粒子に近いような、え、アセチレンブラックというものをできるだけバラバラにしたい。そのために表面を、え、ほんのちょっとだけ、あんまりやりすぎますと思いますし、え、電気伝導性を落としますので、そうならない程度に、ものすごく少ない量のフッ素をつけてやりまして、え、 NMP ですね、溶媒に分散させられる条件を見つけてやると。で、これがスラリーとしては非常に重要になってきまして、これが一番最適なものを選んでやって、リチウムイオン電池の正極作成のところっていうのに少し、まあ、寄与できるような結果を持ってきてやろうというふうに考えたということです。いや具体的にはこのくらいの圧力でやってますけど、これでもまだちょっと高めっていうのが最近分かってきてまして、これより下の部分というのをやろうと今しています。 で、え、不素化のアセチェレンブラックと NMP の親和性。先ほどあの、水、プロペレンカーボネート、シクロペンタノンで見ていただきましたような実験を、NMP についてもやってみたというところなんですけれども、これはあの、アセチェレンブラックの表面を、まちょっとあの、後ほどまた不素化の条件については、え、様々、ちょっとあまりここは今日は細かいことは申し上げませんけれども、要は、え、フッ素ガスの活量、フッ素の活量というのをでき下げられるだけ下げて、 で、えアセチレンブラックの表面を均一に、しかも微少量のフッ素で就職するということを目的として条件を設定しています。で、何もしていないものっていうのがこちらで、もうなんとなく、この場合はもう沈む分もあれば浮いてくるようなものもありまして、あんまりこう分散していません。えー、と、このあたり、ちょっと、 あんまりにも弱すぎたのかもしれないんですけど、それでも、えー、もう本当にもうフ素ついてるかどうかわからないぐらいのものなんですけど、それでもこれよりは分散が進んでいるというのはなんとなく、えー、画像で、の黒さでお分かりいただけるかと思います。だから、えー、この辺ですね、ちょっとフ素が行き過ぎてる感もあるんですけれども、この辺まで行きますとちゃんとこの、えー、アセセンブラック黒ですので、まあ、こういう形で、えー、これ、拡販してから14日後、これ水の場合は結構、あの、粘度が、これ、こういうものに比べれば低いものですから、さっと沈んでしまうんですが、 NMP ですと若干粘度がありますんで、なかなか沈みにくい,い状況ですけど、それでも2週間ぐらい置いときますと、このくらいは沈んだり浮いたりしていきます。が、こういったところについては、まだまだ十分に分散をしているということが分かってまいりまして、このあたりに多分最適な条件があるだろうということが予想されます。で、ここのところを使って、じゃあスラリーを作ってリチウムイオン電池を作っていったら、まあ、どんな風なプロセスの改善につながるのかというのを、以降確かめていくことになります。 先ほどちょっとあの、あまり詳しくは申し上げませんというふうに、えー、申し上げましたけれども、さああの、ガスでフッ素、ガスをフッ素、えー、ごめんなさい。アセチェンブラックを一旦真空に、えー、容器に入れて真空にいて、そこにフッ素ガスを入れるという形でやってきたんですけれども、えー、もちろんあの、フッ素ガスはガ,ガ,ガスである以上圧力系でその圧力を制御するんですが、その圧力系のゲージにも加減がありまして、今その加減を突破するぐらい少ない量でやろうとしているものですから、 えー、この C セリウムの復活物というのに一回、まあ、ちょっと大胆な言い方になりますけど、フッ素ガスを吸わせます。吸わせてちょっとだけ吐くっていう条件を設定してやりまして、それで、えー、ゲージよりも下のフッ素ガスの量っていうのをコントロールするこれは最近見つけた条件、えー、やり方なんですけれども、こういったことも駆使しまして、アセチンブラックの表面をもうほんの少しだけ精密にフッ素化してやるといったことをしているということです。まあ、この辺は XRD で、 えー、吸ったフッ素を吐いてますというようなことを調べていますというデータなんですけど、こちらの方はまたちょっと、えー、別の研究になってまいりますので、もしこういったところも、えー、ご興味がおありであれば、また別途お問い合わせいただけますと幸いです。で、えー、アセチェインブラック、先ほど書いた図をちょっとまあ大きくしてみて、こんなことが起こってるだろうということを想像しながら、えー、その後の実験をしていくわけなんですけれども、アセチェインブラック、こう、凝集しているものに関して、普通に NP に入れます、入れましても、ここの間に NP は侵入しないんですが、 え、フッ素化、それもほんの少しだけフッ素化してやると、ここが少し、え、浸水性が増した形、あるいは曲性が増した形になっていると思われます。で、そこのところに、え、NMP が侵入することで、ちゃんとバラバラになる。その上で、まあ、この表面、ゼータ電位という言い方になると思うんですが、こういったものっていうのが、え、きちんと反発するような形になる。 そういうおかげで、こういった方、バラバラになった上で、スラリーとしてはこういったものが動きやすいので、粘度が下がるというようなことが起きていて、まあ、その分、同じ粘度にしようという場合には、溶媒の量を減らすことができるというふうに考えられます。ですので、この辺に書いかせていただいていますけど、今回は、今回特にその L、リチウム4電池の正極、 電極を作るというところで特に問題になっています。電極を渡航する際、その渡航の時に乾燥も必要になってくるんですけど、その乾燥に必要なエネルギーを減らす、あるいは、えー、溶媒の量を減らすといったようなことを、えー、劇的に到達、達成できないかということで、そういう端子をつかんだものですから、そこを少し攻めていくということになります。 で、今、えー、アセチレンブラックの方を表面こう、ふっかしまして、凝集をばらかします。で、その上で活物質とこれまた混ぜることになるんですが、混ぜてスラリーが出来上がっていくんです。で、そのスラリーの場を、えー、とこを乾燥して電極を作りますけれども、凝集した状態のまま行きますと、こういうふうに活物質の周りに凝集したアセチレンブラックがつきますから、アセチレンブラックがあまりいない、そんな部分もあって、こういうところは電気伝導性がないとかいったようなことが起きて、あまり性能がよろしくないです。 これは綺麗に分散したものに関しては、電子のパスがありますし、溶媒もここに染み込むということになりますから、電極として性能が上がるであろうという、まあ、ここがさらにこういう電極としての機能も支持するのではないかというモデル図になります。で、えっ、ー、と、粘土に関しましては少し定量的に知りたかったものですから、ま、スラリー、正極合剤用のスラリーを作りまして、そのレオルジ,レオルジー特性というのを 測っております。で、先ほど申し上げましたように、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン大きさで、この場合、1対1対1というもので、ちょっとまあ、まあ、以前、最、一番最新のものではないんですけど、少し前まで使われてた、結構、標準的に使える、えー、活物質の安定した活物質なんですけれども、これとアーセチレンブラック、それから決着剤である、PVDF というのを、この場合はちょっとあの、少しアーセチレンブラックの量を増やしたかったものですから、8対1対1。これ9対、 えー、0.5対0.5にしても、あまり結果というのは変わってこないんですけれども、8, 1 8対1対1でこの場合は混ぜまして、NMP の量。これは、あの、もともと何もしないときには1.5グラム、えー、ごめんなさい。えー、1.5グラムというのはその、かつぶこの合剤に対するグラム量になりますね。ごめんなさい。1.5グラムというあの、5グラムという絶対値にはあまり意味がないんですけれども、あ一定量というのを決めておりましたので、まあ、それを基準に増やしたり減らしたりということで、スラリーを作って、えー、どのくらいの、えー 粘土の変化があるから、ね、粘土がどう分散に対してどう効いてきているかということを見ようというふうに測ってます。でこちらの方、えっと、スラリーをここに置きまして、これはあのコンプレート型というタイプのディスクを使いまして、これを押し付けてこれを回すと。回した時のそのトルクの変化で粘土、粘性の変化というのを測るということで測っております。 こちらが結果なんですけれども、えー、先端速度、えー、X 軸です、ね。こっちの方が静止近い、ゆっくり回してます、ね、こちらはス,、えー、スピード上げて回してる、えー。スピード上げて回しますと、だんだん先端粘土。要するに、スラリーですので、どんどん動かしていきますと、動きやすくなっていくということになりますので、えー、そういう傾向が出てるんですけれども、明らかに、えー、これ例えば、フッ素化処理した、えー、アセチレンブラックを使って、NMP の量は1.0。これ、標準は 1.5g ですから、減らしてあります。 え、明らか、この1.0減らすと粘土はもちろん上がります。あの、硬くなりますので、溶媒が減りますから上がるんですけれども、この、このあたり、未処理のものと比べてということをいきますと、不足処理したものの方が粘度が下がる。あるいは粘度が下がるだけではなくて、こういう分散性にそこの改善に相当するような挙動も出てくるということが分かってまいりました。 で、理想的には、あの、粒子の、同士の業種の力がなければ、こう、まっちょ、横一直線に行きますので、それに近くなっているというのは、より分散性が上がっていると見ています。えー、これで、えー、まあ、先ほどの、一番冒頭で示しました、密処理、えー、不足処理していて、これ失敗だって言ったやつなんですが、 これについては NMP の要するに溶媒の量を減らしてあればこれと同等の塗合ができる。逆に言えば溶媒の量が少なくてもちゃんと塗合ができるということが分かったわけでして、これ1.5の1.0ですから、これ3分の2に減っ,て減っています。もうちょっと減らせるということでいけば、大胆な言い方すれば半減できるということですから、結構な変化ということになります。 で、え、これ今、あの、NNP の量と、それからフッ素化をした場合とっていうふうにしたんですがこういうふうに減らせるということがはっきり分かってまいりまして、先ほど、あの、経済産業省さんの資料を見ていただきましたけども、そういったところの、えー、一つの課題解決の手段になるかなということで、えー、示させていただいているということです。で、もちろん、えっ、ー、と、情報でもやっておりまして、えー、未処理に対して、えー、もう全部が良くなるわけではなくて、 最適条件が存在するということは分かっているんですが、えー、先ほどのモデル図でお示ししましたように、分散性が向上することによって、電気化学的、要するに電池の特性としても良くなる方角というのがあるということも分かってきているということです。で、えー、これ、あの、先ほどの結果と、これ1.5に統一して書かせていただいています。減ります。で、えー、と減ったときにどうなっているかというと、アセチレムラックを細か処理しますと、活物質との混合状態が かなり、あの、理想に近づいてきていると。要するに、粒子同士があまりこう抵抗なく動けるような状態。要するに、分散性のいい状態になってきているんだろうな、ということを想像しておりまして、それと今、電気化学的特性というのの対応関係を現在とって研究も進めているところです。 で以上、あの、技術シリーズの方説明をさせていただきました。で、まあ一つの事例として、リチウムイオン電池の電極を作成する際に NMP の量を、まあまあ、大胆に言えば3分の一ぐらいは減ら、え、分の2まで、要するに3分の1量を減らせると。あるいは半減ぐらいまでいけそうだなっていうようなことが、 一つのトピックスであるんですけども、それ以上に、えー、まあ、ナノ粒子、特に表面の反応性の高いナノ粒子に対してフッ素ガスを作用させることによりまして、それを使ったスラリーというものの性質を大きく変えることができるというのも一つの知見だというふうに思っております。ですので、リチウム、今日紹介しましたリチウムイオン電池というの,の製造に関するものというものはもちろんなんですけども、それ以外に高濃度のスラリーを作りたいと。 いったような、えー、アプリケーション、あ出口がございましたら、まあそういった部分ですね。そういった部分にもこういう、今、えー、申し上げましたような表面フッ素就職、まあ、それもかなり精密で、量の少ない、えー、表面就職というもののテクニックが使えるのではないかなというふうに考えているというところです。ですので、まあこういったところは、あの、これに使えませんか というようなことを、もしお声掛けいただけるようであれば、非常に我々としては幸いに思っております。今後また、こういった、まあ、電池も含めて実用化の取り組みというのをしていきたいものですから、今申し上げましたように、様々な出口に対するリクエストをいただけますと、幸いです。まあ、こういったもの、あの、さらにスケールアップするようなところをお持ちのところと、え、また、共同研究なりというののの話し合いができたらなというのが、まあ、これは、あの、先の希望にはなりますけど、え、申し上げたいと思っております。え、これ、え、まあ、一年ほど前に、 指摘財産にさせていただいたのはこちらなんですけれども、それ以外にまたまあいろんなノウハウも蓄積も進めておりますので、もし何かございましたら、えー、お問い合わせいただけたらと思っております。以上です。ありがとうございました。